大きさまで、指示して具体的なものをやるっていうことではなくて、まさに、専門家が合理的な判断をできる体制を作りましょうと、いうことで設計されたはずなんですが、だからこそ、設置法にですね、原子力利用の安全確保に関することと、いうことが入っており、かつですね、勧告権を持っているわけです。それが住民の安全を守るっていう方向に行ってないですよね。所管の外である基準とは関係ないっていう、答えがずらっと戻ってきたら、これはいかがなもんかと思うと、まあそういうことになると思います。7月31日の規制委員会での、田中委員長の定例会見で、田中委員長がおっしゃっていたことなんですけれども、規制庁から新潟県に対して説明をしてもらっていると、そういう意味で特にお会いしなければならないとは思っていないというふうに話されたんですけれども、これは規制庁の方からどのように説明があったのかということについて、もし説明があったのかなかったのかというところからお願いします。ペーパーで公開されてますんで、こう砂を噛むような、答えが戻ってきてますんで、後ほどご覧いただければと思います。それから、説明しているからと言っても、これも、先ほど申し上げた通り、保安院時代より悪くなってるわけですよ。保安院時代はちゃんと説明能力のある人が来て、県の技術委員会で説明をするということをやっていただいてました。今それが十分できていないと、いうことがあってですね、説明してるからいいじゃないかっていうのは、ほとんど十分説明、理解をね、言ったよと、自分の言いたいことを言ったよっていうだけで、住民の納得、理解を得るための努力はしないっていうふうにしか聞こえないと、いうふうに私は感じます。やはり規制委員会がやらなければいけないのは、住民の安全を守るっていうことで、公益を実現することであってほしいわけです。それは規制委員長の姿勢に関わるわけですよね。住民を守るのか、それとも事業者行政だけやって、王様になりたいっていうことなのか、ここのところがはっきりしないわけです。私も通産省にいましたんで、感覚はわかるんですけど、事業者行政やってるんです。経済産業省っていう役所は事業者をどう規制するかっていうことはやるんですが、住民と向き合う機会がほとんどないんですよ。だから、事業者に、規制をすればそれで終わりって感じている、そのまんまの体質を引き継いでるんだとすると。